はい、どうも皆さんこんばんは、ビビロイヤルです。本日はモルガナの APC 運用についての動画になります。で、まあ、モルガナなんですけれども、一応まあ APC で使うことはできますけれども、まあ、ソロ級ではちょっとハテナたかれる可能性もありますと。で、モルガナのちょっとスキルについては割と簡単なスキルだと思いますので、ちょっとここで簡単に説明したいと思います。はい、まずはパッシブからなんですけれども、ソウルサイフォンといって、スキルでダメージを与えると 20% 体力が回復できるというものになってます。で、旧スキルのダークバインドは直線的に弾みたいなのを発射して、それを当たると、まあ、スネア、長時間のスネアを付与することができます。割とスキル詠唱から発動までに少し時間があるっていうのと、速度が速くないので当てる際には少し工夫が必要になるスキルになってます。で、 W なんですけれども、マクモンの影、地面に沼みたいなのを設置してですね、そこに入った敵がじわじわとダメージが削れるというものになってます。で、ソウルサイフォンが発動するたびにクールタイムが短くなりますので、複数体敵に当てることができたら、CD が解消されることが多いです。で、 E スキルのブラックシールド、味方または自分にですねバリアを付与して行動不能効果を防ぐことができます。まあ、グラガスのウルトだったり、波とか波の Q ウルトとかも防げます。はい、ウルトの魂の足かせなんですけれども、まあ、周囲の敵チャンピオンと鎖でつながってダメージ、ね、数秒後にダメージとスタンを与えるというものになってます。こちらは割と敵に近づいて使用するスキルなので、まあ、APC で運用する際はゾーニアが入ったタイミングからが使用できるのかなと。また、あとはレーン戦ですね。レーン戦でスネアからのソロキルだったりを狙う際に使います。はい、モルガナのビルドとルーになります。自分はこのような形で基本的にやってます。で、ルーデンエコーからなんですけれども、その2手目については敵が硬い場合は、ライアンドリーの仮面から行って、で、敵が柔らかい時は、リーラークリスタルセプターを2手目に行きます。で、リーダークリスタルセプターが入るとですね、W にスローが乗りますので、W からの Q が非常に当てやすくなります。敵が割と回復するなとかいうときは、あの防御ノーブだけ積んで、次に行くことが多いです。で、説明は以上になりますので、モルガナ APC で運用した動画をご覧ください。モルガナよりセラフィーノが好きやー、まあ、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 これ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 、はい、はい、あ、無理、いえ、あ、なんか向こう側のやつやだったパリンだけそこは、てか今の俺キュー当てたとてやない、いや、てかラカンブリンク先でキュー当たってない、あのやつそこまで、いや、そこまで読んどいもんね。ああ、ごめんごめん。いや、なんか向こう側で誰かに当たってんなって思っとったけど。当たってんな、あれ。うん、当たってんな。いや、無理やろ。いやいや、それは別にやらんでいいや。9はいらんって今の。で、なんで俺9取りやねん。いや、ほんまに。ちゃうやろ、お前。当たるで。当たらおう。いや、見ようや。間通らんか。に食べたの相手、ああ間に合わなかった、まあまあまあ、一瞬スキルどっち取るか迷ったやな、いやー、これパンテオンちょっと削られなかったらイブリンに蚊に取られたくなかったんだけどね、うん、止めれんてか、やってなくね、やっとるか、やってるやってる、いや間に合わんな、いや、やばっ、もうじゃん、無理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 よ、なんかルシアンなんもなくね今、うん、ルシアンだけは Q 狙うか、うん、うう、うん、惜しい惜しい、キチイブリンウェアの、
これ誘うのありやん。うん、来ないか。おお。それにマナを使うほどマナは残ってないや。タクシーに。え、あれ何秒？イグナイト。今上がってるよ。やめとこ。マナよ。うん。ルシェン、あい、入ってないや。入るわけない。やっぱりドレーブンやろ。強いやん。あ、うまいやん。完璧やん、これ。いや、今の完璧やん、マジで。いや、ミニオン消えるタイミングで Q 打って、もう俺はそこにフックを合わせて。モンタケじゃん、今の。うん。あ、俺じゃねえ。来んなよ。いや、もう獅子長すぎじゃん、これ。うん、最強やん。最強よ、言っとるやん。今エブリン結構縛りになってきた。ですよ。くーくーくー。はい、天才。はい、受けます。はい、はい、受けます。天才やん。モンタゲや、今のも100点やん。これあれだな、今日シシ調子いいから俺火力だな。なんてや。え？どういうことやねん。いや、割とガチで強い。何しない。え、なんかあの敵2人タワーの真横におんのに普通にブリンクインしてたミニオン。いやー、これあとちょっと王権入る。え？ん？え？え、違う、これ舐めちゃいけないよ、本当に。え？え？王権？王権。俺が王だって。真実とは古き過去。もう宇宙やん。これよ。今のオリアラの心境。え、やばいやばい。俺から急くらう。あ、どうしよう。あー、どう、あー、行こう。もう手前にグイッて寄せて抱きしめた今、うん、あ、これラカンコンスキル打たんから俺、うん、あ、どう来るのどう来るのどう来るの、じらしてじらして結局スレッシュが一番に来る。あ、それめっちゃいいやん。せやん、めっちゃいいやん、これほら、パンテを乗れ。あー、いい、これやったで、一人ナイス。あ？当てたね。ああ、いい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 、すごい。あ、俺じゃないこれまた。わあ、王権入ってたね。この人は当てたね。一番上やんこれ。どうよ。いいじゃん、モルガナビシッとハマっとる。バッチバチでしょ俺。うん、バッチバチ。マナなくなった。うん。フィート王権スレッシュ。ここランタンランタンランタン。はいはいはい。ああ、間に合ってねえや。おい、何やこいつ。俺の球、俺の球避けられたんやけど、それで。いや、うまいけど、うまいけど弱いこいつ。いや、マルファイトいっちゃん強い。え、俺の球ああいう避け方あるんや。いや、神がかってたな。このチームバカおもろいんやけど。あいつ天才や、あいつ一番うまいぞ多分。うん、あいつ反射神経エグすぎる。でもおかげで俺にいい届いてなかったけど。もしかしてそれを見越してたモルガナ。天才？あ、俺？俺？うん、もしかしてそこが一番天才じゃない？なるほどね。
あ、俺王権だから取っちゃった。いいよ。俺やってる、やってる、やってる、やってる。これひっくり返せるぞ。うん、はい、これした。なんでお前のトリプルキル？トリプルキル？あー、ペンタ。何トリプルキルって。なんで TP したんや。いや、マジで。まだタワー守りに行ってるわ、偉いわ。今回このスレッシュの火力のダメージ期待できるよ。なんやこいつ。なんやねんそれ、さっきからジョークやん。いいスタートにスライドすなよフラッシュで。ん、うん、これはちょっとやったな。何しようあ。でもイブリンフラッシュ。ドラゴン取れたわ。ナイスや。うん。いや、いいよ。モルファイト今の売るといかんのや。モルファイト売るといいんだ。おお、芝ウルト。いいよそれ。おー、死ぬね。いいよ、いいよ。ゼロですやん、モルガナ。せやね。これバロンやってね。うん、見に行こうぜ。ペンタありそうじゃないこれ。いや、やってないわ。どうしよう。やっとる、やっとんね。オッケー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 。とりあえず一キル。どうだね。やるやん。全身だ。うん。いや、モルガナ強い。え、俺上手くねえモルガナ。ああ。このスレッシュプッシュめっちゃ早い。おかしいやっとるって、一人なんか違うゲームやっとるって。もう止めたのに。うわ、俺のキル。どこ飛びよ。勢いがすごい。すごい。あ、外した。いや、でもモルガナにはダメージ勝てないな。当たり前や。